てられたのか。わからない。わかるぞ。今のお前は昔の俺と同じだ。でも一つだけ違うぞ。昔の俺の前に俺は現れなかった。だからお前はもう泣かなくていいぞ。こんな段ボール箱なんて出るのだ。俺の手につかまれ。うん。お前にはお名前がないのか。それは困るな。考えよう。君のお名前はなんていうの？黒と決めた。呼ばれたことはないが。じゃあ僕もお名前黒がいい。でもお前はどこも黒くないだろう。どこに行くのだ。そっちは水たまり、ドロンコ。黒になったでしょ。それは汚れたというのだ。そんな、それじゃどうしよう。噴水へ行こう。真っ白に戻った。そうだ、シロというお名前はどうだ。シロ？お前は白いからな。シロ。ありがとう、クロ。どういたしまして、シロ。仲良くしてね、クロ。こちらこそ、シロ。雨が止んだね、クロ。そうだな、シロ。お日様出るかな、クロ。出るとも、シロ。そしたらお散歩しよう、クロ。お手手をつないでな、シロ。あのね、あのね、クロ。なんだ、シロ。クロ。うん、シロ。仲良し公園。クロ、袋の中にお魚の骨が入ってる。うん、今日は生ゴミの日なのだ。よし、このお魚の骨をご飯にするぞ。力いっぱい顔を押し付けて袋を破るのだ。シロも力を貸してくれ。うん。なかなか骨まで届かないね。もう少し頑張るのだ。せーので押すぞ、シロ。せーの。子猫ちゃんたち、何してるんだい？おじさん、誰？ここはカラスギャング、ジョニーの縄張りだ。勝手にゴミを荒らされちゃ困るな。このお魚の骨は白と黒が見つけたのだ。おじさんなんかにあげないぞ。おじさんもお腹空いてるの？おじさんじゃなくて、できればお兄さんって呼んでくれるかな。俺まだ中年じゃないし。で、君たちはいくつ？そんなの知らないのだ。お家は？公園。ベンチの後ろの植え込みで寝てるのだ。雨だって濡れないぞ。お父さんかお母さんは？そっか。それじゃあ君たちのお名前は？
シロはシロというお名前、クロがつけてくれたの。クロはクロというお名前だ。自分で決めた。シロちゃんにクロちゃんか。君たちのお目目ってキラキラしてて綺麗だね。そうなのか。カラスは光るものが好きなのさ。取り出して持ってっちゃうかな。冗談だよ。この魚の骨が欲しかったんだろ。持っていきな。いいのか。何か困ったことがあったら力になるよ。じゃ、またな。カラスのお兄さん、いい人だね。うん、ギャングだけどな。黒の尻尾はまっすぐでいいな。白のはカギ尻尾だから。うん、確かに先っぽが曲がってるな。ならばこれをこうすれば、うわ、ポキ。白に嫌われた。手紙を残して白の元を去ろう。これでよし。なんか書いてある。しろえさようなら黒。そうだ。いやおや、子猫ちゃん、どうしたのかな。クロがいなくなっちゃった。お、シロの尻尾が鍵でまっすぐにポキしたから、クロは悪くないのにどこか行っちゃったの。よくわからんの。クロのまっすぐ尻尾がいいな、だからポキって痛くて、本当は大好きなのに嫌いって、シロが嘘なのにクロがいないの。ますますわからんの。もう少し簡単に話してくれんか。シロはクロと一緒がいいの。おお、そうかそうか。じゃあギュッと抱きしめて大好きって言うのじゃ。そして今夜は返さないぜって言うのじゃ。わしも若い頃はブイブイ言わしたもんじゃ。ブイブイ。早く探しておいて。うん。一人で平気、一人で平気。シロに会うまでクロはずっと一人だったから、クロは一人でも平気なのだ。よー、クロちゃん、一人でどこ行くんだ。あ、シロちゃんは一緒じゃないの。クロちゃん、どうしたの。泣いてる。どうしたんだよ。クロー、クロー、シロ、どうあった。クロー、ブイブイ、クロー、ブイブイ、ブイブイ。犬のおじいさんがね、ギュッとしてブイブイが大好きだって、ブイブイって返さないぜなの。ブイブイ、クロー、ブイブイ。シロ
黒も白がすごくブイブイだ。黒だから白はもう泣かなくていいぞ。白ジョニー、お前最近子猫と遊んでるそうだね。すいませんビリーさん、自分カラスなのに。わびなんぜ聞いてねえ。ちょちょ、おっと、かわいいのか。は、かわいいのかって聞いてんだよ。あ、はい。お友達。ああ、俺らのボスでビって、ちょっと押さないでくださいよビリーさん。気をつけろ。だからね、二人と一緒に遊びたいんだって。会いたい。どんな人だ。冷酷非情な男です。あとの山本かよ。この子誰。お名前は。頭が高いヒレフセキ様だ。こちらのお方は仲良しを仕切る鳩ヤクザ三代目組長ポッポ様だ。人に名を聞くときはまず自分から名乗れと三代目はおっしゃっています。ふんふんは。カラスも猫も出て行ってもらおう。仲良し公園は鳩ヤクザの島だと三代目はおっしゃっています。バカ言うな。ここはカラスギャングの縄張りだぜ。そのすかした面に風穴開けられたくなかったらポッポちゃんだけ置いて帰りな。白黒ちゃんたちと一緒にかくれんぼとかやりてえからよ。ああ、黒、かくれんぼだって。三代目を置き去りにすることなど私にはできん。幼少の頃より恩を売って出世する計画が台無しになる。何言ってんだお前ら。ねえポッポちゃん、白のお名前は白って言うの。黒は黒というのだ。遊ぼう。そこまで言うなら仕方ないだそうです。しかしカラスも一緒など言語道断。追い出すのです三代目。だらーす。ゲームは負けた。すごい強い。悪いな、相手してもらっちゃって。いや、子供だし。あ、じゃあ、俺らはそろそろ。え、帰っちゃうの。まだ全然遊んでないぞ。でもさ、子供同士で遊んだ方が楽しいよ。ごめんな、大人の喧嘩に巻き込んじゃって。いやだ、みんなでかくれんぼするんだ。ちょっとビリーさん。俺らはいない方がいいんすよ。ダメ。シロ、仲直り知ってる。あのね、ギュッてしてね、ブイブイって言うの。ブイブイ。そうだ、ブイブイ言わすと仲良し。ギュッ。ポッポちゃん、俺の足に抱きついて。ブイブイ。かわいい。ポッポちゃん、ギュッ。三代目、ブイブイやった。なんだこれ。仲良し民公園はみんなの憩いの場だけど、今の季節は冬だからちょっぴり寂しい雰囲気だ。そんな公園に1ヶ月前から2匹の野良猫が住み着いたぞ。白い子猫と黒い子猫、2人はとっても仲良しだ。寒い。シロ、クロ、元気でやっとるか。おじいさん。こんにちは、なのだ。ああ、二人とも元気でやっとるか。うん、寒いけど元気だぞ。あ、そうかそうか、そりゃよかった。で、元気でやっとるか。
クロ、おじいさんはどうして同じことを言うの？おじいさんとはそういうものなのだ。おじいさん、この頃どうしてこんなに寒いのだ？二人とも冬は初めてか。こんなのまだまだ序の口じゃ。これからもっと寒くなる。もっと寒くなるとな、お口から白い息が出るようになるんじゃぞ。痛くないから大丈夫じゃ。何やってんすか、ビリーさん。ああ、最近冷え込むだろ。白黒ちゃんたちのために防寒具探してんだよ。なるほど。これだけやれば十分だろ。猫はハンガーで巣作りしませんけど。そう。防寒だったら資源ゴミのホースよ。元気かい、白黒ちゃん。ビリーおじさん。ジョニーお兄さん。寒いだろうと思ってね、ダンボール持ってきたよ。ほーら、雑誌も持ってきたぞ。うわぁ、ウッフンマガジン、ぬれぬれ人妻。あ、はいはい、よい子は見ちゃダメ。あんたもう少し考えろや。だって車でもあったかいと思って二人のためによかれと思って。まったくカラスはバカばっかりだと三代目はおっしゃっています。うん、寒さに震える野良猫たちに三代目より心温まる贈り物を。燃やすなりちぎるなり好きに欄を取るがいい。コミックの単行本ね。ん、仲良し公園1。あ、ねじ巻きガジン、何これ、全然知らねえ。悪い人だろ。どっちもバカだ。ふん、ふん、ふん。寒いならうちに来いと三代目はおっしゃっています。ポッポのお家はどこだ？我々は仲良しの西にある神社を餌にしています。そこは人間がいるのか？まあ普通に神主さんと巫女さん。クロは人間が嫌いだ。人間のいるところには行きたくない。人間なんか頭にうんこ落とせば逃げちゃうよ。クロはすぐにうんこ出せない。変なこと子供に教えんな。クロはおひげを切られてこの公園にポイされた時、いっぱいいっぱい泣いたんだ。人間は聞こえてたはずなのに、みんな知らんぷりして行ってしまった。所詮人間には我らの気持ちなどわからんのだとおっしゃってます。風かとおっしゃってます。つうか、もう寒いから早く帰りてえよとおっしゃってます。んなこと言ってねえだろ多分。シロ、お花が垂れてるぞ。あ、本当だ。山本のコートで花をかめと三代目はおっしゃってんじゃねえのか。なった、そんなことおっしゃってませんだろう。話せ。ありがとう山本のおじいさん。あ、ちょ、バカ、マジやめて。あ、いやー、風か、トールに相談してみるかの。ここはドリー動物病院だ。獣医のドリー・トールが飼い犬の正和とお話をしているぞ。そうそう、トールは動物の言葉がわかるとても珍しい人間だ。というわけでな、このまま寒さが厳しくなったら二人とも死んでしまう。まだ子猫じゃからの。そうか、
生まれたばかりの子猫にとって外は危険がいっぱい。ああ、心配だ。一刻も早く保護してあげないと。ああ、そんなに慌てんでも大丈夫じゃ。カラスが一緒におるし。カラス？カラスは凶暴で雑食で、生ゴミに限らず子猫なんかの小動物もさらって食べちゃうんだぞ。ハトもおるし。ハト？ハトは空のネズミと呼ばれるほど、あらゆる病原菌を運んでいて抵抗力のない子猫なんかイチコロだよ。何を言ってるかよく聞こえんの。トール、安心したか？だから、シロはすっかりお風邪をひいてしまった。お口から白い息が出る。いや、クロ、なんだかすごく寒いよ。白い息だからな、我慢するのだ、シロ。でも、寒い。シロちゃんのあの風邪はやばいな。ほっといたら命に関わる。しかしクロちゃんが人間嫌いとなると保護は難しいか。ここはまずさりげない仕草でドキッとさせるのじゃ。は？そして共通の話題で場を盛り上げるのじゃ。合コンじゃないから。とにかく困っている動物を放ってはおけないよ。僕にとっては人間も動物も同じなんだ。わかったわかった。そんなに心配ならわしが二人に話してこよう。頼むよ、まさかず。なんだあいつ、さっきから白黒ちゃん見張って何企んでやがる。俺、あの人間の噂聞いたことありますよ。何でも俺らの言葉がわかるとか。けっ、何人間いるわけねえだろ。いいか、見てろよ。おい、そこのもっさりメガネ、あの子らに手出したらぶっ殺すぞ。カッチン。あぶり、石投げてきやがった。だから言葉がわかるって言ったじゃないっすか。ジャミ、イエキ、イヤー、トハッカー。あの子らの知り合いなら協力してくれないか。お願いだ、あの子たちを保護したいんだよ。俺は人間なんか大嫌いだが、子供を守る大人は嫌いじゃねえ。協力してやるよ。ところでビリーさん、なんでこの人間逆さまに立ってるんですか？ああ、こいつが逆立ちしてんじゃなくて、俺らが逆さづりにされてんだ。ああ、道理で頭に血が。おい、人間、ほら、お願いじゃなくて脅迫だろ。いや、逃げられたら困ると思ってさ。かくかくしかじか。どうじゃ、悪い話ではあるまい？いやだ、人間のところになんか行かない。話を聞くんじゃ、クロ。お前たちのためなのじゃ。クロはシロとずっと一緒にここにいるんだ。なあ、シロ。うん、シロもクロと一緒がいい。なんだか体がふわふわするな。なんだろう。どうせまたポイするんだろ。クロは白とここにいる。餌の取り方も知らんチビスケが死ぬつもりか。死ぬ。どうしよう。お目目がぐるぐるする。死ぬってなんだ。なんと、シロ、なんで急に寝ちゃうんだ。シロちゃん、シロ、しっかりしろ。
ちょっと君たちどいて。なんだお前、誰だ、城に何するのだ。すごい熱だ。すぐに病院に連れて行かなくちゃ。クロちゃんも一緒に。触るな。城を離せ。城に触るな。あっち行け。クロちゃん、トール、いいから城を連れて行け。ごめんねクロちゃん。待って、シロどうするのだ。シロ、シロ、おじいさん、あいつ何なのだ。シロはどうしちゃったのだ。落ち着けクロ。シロが死なないためじゃ。シロが死ぬしないため。